ゃーん始まりましたー、イエーイイエーイイエーイ、元気いいな。皆さんいかがお過ごしでしょうか。いかがお過ごしなんでしょうか。みなちゃんとかやっほー、みなちゃん、おすごいすごい、えすごい、すごい、今日ついに発売されましたよ。あ、リボンちゃんも来てくれた。やっほー、カラコンゲットって、あのずっとずっと用意してた、ギャルネバのカラコンが今日ついに発売されました。やったー、ウェーイ。ちょっとね、みんなあのえどなたなんだろうって思ってる方いると思うので、先に、先にいいですか、いいですか、紹介する。はい、日本最大級のカラコン通販ショップモアコンタクトのカルちゃんです。もう100回ぐらいやってるし、万いってます。ここぞです。はい、今日はなんとモアコンで発売ということなので、お邪魔させていただきます、はい、よろしくお願いします。2人体制でやっていきます。私一人だとね、ちょっと喋れないので。そんなわけないです。喋ってるじゃないですか。喋れないので、ちょっとねお手伝いいただいてお願いします。そう、パッケージ可愛いです。かねちゃんです。かねちゃんです。皆さん、いや、パッケめちゃくちゃ可愛いんですけど、このブリスターの中もめっちゃ可愛いんですよ。そうなの、ここまで可愛い。ここがブリスターっていうことなんて、私カラコン作ってから初めて知りました。だからみんなも知らないと思うけど、何ですかそれはっていう感じなんですけど、ここまでこだわってます。うん、かわいい。一つ一つ違いますよね、デザイン。そう、全然違います ね、これとかもかわいいんですよ。今回でも初のカラコンプロデュースですか。そうです。もうずっとやりたかったけど初なんです。もうあの本当に本当にあのいつかいつかいつかと思いながら、タイミングをずっと見計らってね、忙しかったのもあって、自分の音楽活動がで、はいはいはい、今だったらまあちょっとゆったりと準備始めようっていうのがちょうど1年ちょっとぐらい前、でやっとやっと今日に至るって感じですね。本日発売です。そう、今使ってるネバーダイ、そう、はい、プロデュースレンズですね。そうです、ネバーダイのカラコンでございます。こちらはもうご購入いただけます、モアコンで。モアコンの買い方がわからないって言ってますよ。 ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、申し訳ございません。待ってましたみたいな。来たね、来たねみたいな。お願いします。はい、モアコンタクトって検索していただくとサイト内飛べます。で、ちょっとモアコンの、会員登録をしないといけないんですけど、もう登録していただいてギャルネバーダイって検索していただくと、もう全て全色5色ですね今。はい、はい、こちらご購入いただけます。買ってください。で、しかも今これやってるんですね。あ、これちょっと反転しちゃうんですけど、今回モアコンタクトは1箱以上ご購入いただいて 20% オフでご購入いただけるんです。でも皆さん心配なかれ、もっともっとお値段ね、お安く買いたいって方はこれあれですよね、最後渡すんですよね。すげえじゃん。ライブの、すげえじゃん、横の人。ライブで見てくださった、この4000人以上の方なんですけど、もう5000人弱。今回ライブ見てくださった最後に、限定クーポンをお出しします。そして限定クーポン何個やっていいんですか ?50% オフでご購入いただきます。マイコン頑張りました。本当に太っ腹だと思う。私、本当にありがとうございますっていう。あの本当にね、私のことをこう好きって言ってくれてる方もそうだし、その初めてカラコンつけるよっていう子にも、あのどうにかで、ね、どうにか、はい、あのちょっとなんていうの、手に届きやすいように、あのすごい熱い思い伝わってきました。はい、あの交渉とかね、お願いってして、すいません、あの、はい、50% オフです、まあ、なかなかないです。もうカラコン使ってくださってる方多分分かると思います。 50% オフでカラコン買えることってほぼないので、初めてね、あの 見ると思うので、どれがいいのかなとか、うん、初めてだからちょっとね怖いかもっていうのはあるかもしれないので、うん、まあ、一番はまずはお買い求めやすく買っていただいて、でただ2箱以上です。だから両目分、右と左分買っていただけると使えるので、このあと最後にね、あのクーポンをお出ししますので少々お待ちくださいっていう感じです。
でしかもね、うん、あれなんですよね。そう。なんだっけ。ライブ中に、そうそう、見ている方なんとですね、その場で当たるプレゼントキャンペーンがあります。今みんな、今いるみんな、4230人のみんな、はい、あのこのまま見ていただくと、その場で当たるなんとですね、全食プラスチェキ、しかもサイン入りの。じゃあ皆さんのサイン入りチェキが全部皆さんのご自宅に届きます。これ全部届きます。やばいです。これ全部と、これ全部と私のチェキとサイン、サイン入り。チェキとサインは本当ただのおまけなんですけど、カホにしてください。これ全部届きます。もう売りたいのかもらってほしいのか、売りたいのかよくわかりません。でも本当もらってほしい。本当に一度つけたらマジで可愛さ、もうより分かっていただくと思うので、皆さんにプレゼントを最後ら辺ですね、30分後ぐらいにやろうと思いますので、皆さんステイホームで、ステイホーム、ステイホーム、ステイカメラ、ステイビデオ、ステイホームはもう 4、5年前に流行った。それで、まあ、ステイステイしてくださいってことですよね。ステイチューンです、ステイチューンで、はい、ちょっと暑いんですけど、暑いんですけど、クーラーもっと下がらないんですか。え、5度5度ですか今。15度。あ、びっくりした。いやちょっとこの部屋5度ですか。いやちょっと、いやちょっと暑いです。カラコンプレゼントどなし。あ、大丈夫です。あの全食一箱ずつなんですけど、皆さんのドスをしていただけます。はい、していただいて、すべてあの皆様のドスを合わせていただきますので、みんなの。あ、こちらで。あ、すいません、ありがとうございます、まあ、どれがじゃあ買ったらいいの、おすすめどれっていうのあると思うので、一食ずつもうレポしていくというか、ご紹介していきたいなと思います。ベースカーブ選ぶ、あ、うん、そう、ベースカーブはね、あの 8.6 になります全部で、めちゃくちゃあの嬉しい、ドライアイさんとかね、すごい嬉しい低眼水 38% でございます、はい、これは私が本当にドライアイなので、あの本当に本当無理ですって言って、乾くからこう本当無理ですって言って、はい、はい、あのなんとかこういう感じになりました。超本当に本当にめちゃめちゃこだわりました、いっぱい、うんうんうん、いやこういうのすごいです。 UV カット付けになったりとかするので、結構大事なんですね。大事。機能も UV カット、うん、抗眼水、うんうんうん、あとあの私これ本当にどなしあるよ、私どなしつけてる、その本当にこれ私マジで言いたいんだけど、私の元々の目がすっごい黒いんですよ、はいはいはい、結構何をつけても発色がしづらい目なの本当は。うん、黒目さんってそうですよね。そう、もう真っ黒の目してるから、だからすごい発色が全然しなかったんだけど、この B マインとかさ、はいはいはい、この B マインとか結構チュルン系の、はい、あのカラコンなんですけど、今ね、今私がかちゃんがつけてるやつ、ちょっと見さす、あの皆さんにお伝えさせてください。めちゃくちゃ可愛いんですよ。そう、こういうチュルン系のカラコンとか私つけたかったけど、発色が悪くて私がつけたら大きい目になっちゃうんだけど、はいはいはい、これは本当にちゃんとね、茶色いのがよく伝わるんですよね。めちゃくちゃ綺麗です。でこれあの本当にトレンドのあるその水光カラコンっていう中のカラー、インナーカラーがグラデーションになってるんですね。そうなんです、ね、言ったってこれでインナーカラー本当にトレンディなんですけど、イエローベースのカラーがあの瞳にすごく馴染んでくれるので、こう浮く感じがなくって、あともう一つ水光のこちらがですね、クリーミーなベージュのカラー使ってます。なのですっすごいなんか、ね、光がハイライト入ってるなと思って、めちゃくちゃ笑われてすごいなと思って、感心しちゃって、愛もお伝えで、ありがたい。こでもう一個さらにダブルトレンドで細縁カラコン、そうそうなんです、この極細縁のカラコンがふんわり、あの色はねふんわりと大きく見せるんですけど、縁がしっかりあるのでしっかり盛れる、マジ盛れる、もう目に超印象いくので、うん、これなんか初めてカラコン使いたい、うん、使いやすいと思う、これ使いやすいと思います、うん、初めてカラコンの子はこの B マインめちゃめちゃ、 B マインって私のものになりなさいよっていう、にゃんそう、私のものになったらいいじゃないのあんたっていう色なんですよ。だから結構異性受けとかね、そう、結構これはデートとかにも使える。で私これ全部そうなんだけど、これ全色ね、あれがあるの、
なんていうのテーマというか、お絶対に譲れなかったシーンというか、なんかその、うん、はい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 、タイトルテーマ絶対に譲れなかった部分が、はい、吸い込まれるような瞳になりますようにっていうのが私のこの大きなテーマ、うん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 、でこれ全部ね全色ね本当にあどうやって買うんですかってもう言ったって言ったってありがとうございます、うん、日本最大級のカラコン通販ショップモアコンタクトでご購入いただけます。はい、皆さん、ちなみにねこれちょっと、ま、来週からドンキも販売されるんですが、はい、でも今日今見てくださってる方クーポンこの見てる方限定でお出しします。 50% オフで、なのでどこで買うかモアコンタクトでございます。ギャルネバー代買うならモアコン、これで覚えてください。お願いします。ありがとうございました。モアコンいい人雇ったな。すごい仕事できる女大好き。大丈夫ですかこれ、うん、もう本当に私帰り道ってもね、あの着色直径いくつですか。はい、ありがとうございます。あのねカラーによって違うんですよ。でこの B マイン、この B マインがこちら着色直径が 13.7 でございます。結構ね漏れるサイズ感ですね、うん、本当に。でこの今私がつけてるネバーダイは 13.2 ですね、はい、ちょっと小さめなんですけど、はい、しっかりと抜け感のある縁があるわけじゃなくて透明感、本当にね。これどうやってクーポン取得できますかって言ってますけど、 50% オフのクーポンは最後にお出しします、はい、あのこのライブの最後です。はい、あのね何の話したっけ。ですね、あの透明感があるんですねっていう話。そう、あのねこれをね私が作った時にあのやっぱもちろん私も毎日つけるから、はい、私に似合うものは前提としてっていうのはこう考えて作ってたんですけど、このプロデュースのこれ、はい、ネバーダイはだけどどうしてもやっぱ私がつけててもそうだし、うん、自信持てるし他の子がつけてても絶対にこれ可愛い、うわこの子何のカラコンつけてんだろうって私が嫉妬しちゃうぐらいのカラコンを作りたくて、で今日実際にね今シンデレラフェスのところ行ってきたんですけど、あの実際にお渡し会をしてきたんですよ。でもうすでにつけてる子たちがいて嬉しい。本当にね、あの本当ただの普通に黒髪で、あのなんていうの、普通に学生さん、うんうんうん、カラコンつけたことないですっていう子がこれつけても透明感がすごいの。私本当にこれは言いたい、うんうんうん、このカラコン透明感もう100デシレベルぐらい上がります。100デシ100デシ、はい、あの本当に私にしか似合わないじゃんって思うかもしれないんだけど、まあ、実質チャミナにはなれます、この目には。ありがとうございます。だけどチャミナにしか似合わないんじゃないそれっていう方もぜひね試してほしいの。なんかこの透明感は私はなんか試してほしい、うん、いやあのどれも使いやすいものも多いですし、うん、あのこのギャルネバーダイが一番、あネバーダイですね、うん、ネバーダイが一番チャンミナさんになれるんじゃないかなと思います、うん、そうだと思う。雰囲気からしてこうなんだろうな、どこのカラコンって絶対聞きたくなるような雰囲気をちゃんと醸し出してくれて、うんうん、今ハイトーンですけど黒髪さんにも本当に綺麗なんですよ。黒髪さんすごい似合うと思う。マジでかっこいいんで、うん、ちょっとつけてほしいんですよね、うん、本当につけてほしいんですよねこれね。あとねこれ男の子にも似合うと思う、めっちゃ、いいですね、うん、あの本当に私これを作った時にあのちょっと違う色とねすっごい微妙な色の違いと結構いろいろあったんだけど、うんうん、こうパッて見た時に目が合った時にフッってなるの、うん、これだった。そう、ね、そうですよ、ね、だからダイソンっていう名前にするか迷いました。けどあのいろんな、そういろんな大人から止められて、そう、あただ一つの掃除機大丈夫、はい、なるほど。発売期間はもうずっと発売しますこれ一生、私が死ぬまでずっと一生発売ではない、はい、します。プロデュースカラコンですしね、はい、まずはちょっと抜け感とか、あとはインナーカラー一番あの内側にですねイエロー味のあるものドットがあるんですよ。これ入ることでめちゃくちゃこう立体的に見せる、のっぺりというよりは立体的に透明感を上げる、すごいよ鮮やかなカラー、本当にすごいよこれ。 50% のやつはすでに買った人も買えますか。もちろん当たり前じゃ、何言ってんすか、みんな買えます。ただ見てくれないと、うん、そう最後まで見てくれないとね、ちょっと俺、はい、抜けていただいてもいいんですけど、それでも 20% ご購入いただけるんですけども、はい、うん、そうそうそう。でちなみに明日の10時11時まで21時、明日の21時24時間しかこの 50% のクーポン使えないのでこちらご了承ください。
はい、ということでもう一個つくレイニーベビーを、はい、もう今ねかんちゃんちょっともうこそこそとさこそこそとやっております付け替えてましたけど、もう私あのチャメなんですよ、かなり発色のするチャメです。なので黒目さんはもう少しこうトーンが落ちるかもしれないなと思うんですけど、本当に綺麗に、まあ、ライト当たってるのでかなり発色するんですけど、盛るならブルー系のカラコンならレイニーベビー。ごめんなさい、メイク薄いと似合わないですかっていう質問の、なんなんなんですか。もうね、もう至ってかれちゃう。あ、こちらのカラコン。いや、あのどっちもでしょ。私結構、あ、そうですね。多分この2つ、この、うん、あ、このネバーダイとレイニーベビーと B マイは、ね、こちら結構そのメイクめちゃくちゃ濃くなくても全然使えます、うん、全然使えると思う、うん、意外と思う、うん、この子は結構ね発色するタイプの子なので、うん、あれですけど、こことかあとはそう、ね、ネバーダイも意外とね本当にメイクすっぴんでも全然、うんうんうん、あのなんて言うんだろう、肌のトーンとこうなんか、ま、なんかもね白目とねすごい相性がいいんだよね。綺麗ですよね、なんか白目綺麗になった気がしますもんね。そうそうそう。たくさんコメントありがとうございます、うん、さっきあれですね、みんなの目っぽや、こまうよこまうよ。ちょっとクーポンは最後いきますんでね、スピンでつけたるわっていう子がいて、いや行きましょう行きましょう、ちゃみな風だねたらバレへん、なんか鼻声なんですよね。ちょっとね、一昨日かな、すごい結構長い撮影があって、うん、見た目ギャルじゃないみん、そう、見た目ギャルじゃないみんからしたらありがたいって今言ってくれた子、ありがとう。私はね、このね、うざかったね、今ね、なんか私はね、これ今怖い、すごいうざかった、なんか、あのこの今ギャルネバーダイ、このギャルネバーダイっていうブランド、ギャルは絶対に死なないっていう、ね、意味があるブランド名なんですけど、はい、このギャルネバーダイはあのなんていうの、もうギャルを絶対に死なせないとか応援するとかそういう気持ちももちろんあるんだけど、ギャルって時代とともに形を変えてってるんですよ。だから何がギャルかなんてそんなことはないの。あの可愛いとかおしゃれを頑張ってるみんなギャルなんです。だからそんな形を変えたギャルたちに向けて、もうほんとこれから今もずっと新色をずっと作ってる状態で、次もぜひ楽しみにしててほしいんだけど、本当にいろんな女の子男の子、本当にいろんな全人類の子たちのおしゃれをこう一生懸命あの寄り添っていけるようなあのブランドにしたいというので、ギャルっていう言葉にとらわれないでほしいんです。あのおしゃれを頑張ってるあなたはギャルです、はい、だからギャルじゃなくても似合うから、ギャルじゃないわけないの、ギャルなの、うん、ギャルマインドです。そうです。なのでそういう意味があるので、あの、ね、名前でギャルネバーダイって聞いて、あギャル用なのかなって思うのかもしれないけど、もちろんね最初はねもう本当にあのこの最初のチョコレートと、はい、イエンっていうのとこの2つとかはもう王道のギャルが、もう王道の私たち の、うん、あの昔からいる王道のギャルたちがつけるようなカラコンももちろん出してるんですけど、はい、それ以外にもね本当にいろんな子たちがあの楽しめるレンズを作ってるので、皆さんご心配なく大丈夫です、はい、アジュンマをつけれるって言ってるって言うんですけど、パンクアジュンマもつけれるよ、パンクアジュンマにはこれがいいと思うから。チョコレートつけました。あーもうかわいい、もうチョコレート本当にかわいいです。見せてやって、もうこれ両目でいっちゃって、めちゃくちゃ、あいいですか、いやーかわいい、めちゃくちゃ映えます、もう超ギャル、かわいい、これはあの使いやすいですね。本当ブラウン系のカラーなので、メイクのこう色とか本当にあんま問わずに使いやすい、うん、なのでこれは結構ね。でインナーカラーがこれね 3色ねあって、これがまた絶妙にこのデザインすごい、ブラウンの縁にインナーカラーがこちらイエローミナドットと、あとねこの真ん中にも結構ねこっくりめのブラウンがあります。なので
まあ、年中問わずメイクのデザイン問わず、うん、まあ、自分のスタイルあんまり問わず、なんかもう絶対に一箱は家に置いておきたいというか、うん、そういったカラコンがこれチョコレートでございます、うん、はい、チョコレートです。そう、めっちゃく、いや、ちょっとこのこの綺麗な発色見てください。完売しませんか。いや、そうなんです。あのでもマーコンスタッフもすんごいちょっとあの心配していて、そのためにちょっとメーカーさんにも問い合わせてかなりの箱を積んでるというか、うん、量を積んでます。ただそれでも多分人気のカラーと多分度数はなくなっていくんですね。なのでこれちょっとできればもう終わり次第早めにゲットをしてくださいというのがあります。でも本当に 50% オフのやつがあったら結構、あ、この色どうかな、自分に似合うかしらって思ったやつも、はい、で気軽に買ってつけてみて、来週からドンキ全国のドンキさんでも発売されてるの で、ね、はい、気になる方は、まあ、実際行ってね、こういうのを見て、見て、そうですね、実際にこうレンズの感じとか見たりとかするのもありだし、うんうん、あとまあ、いや今回のカラーたち、今回のデザインたち、ちょっと私向けではないわ、私のギャルマインドではないわっていう方も、まあ、次は10、え、次ももしかしてあるんですか。10月に10月にあるかもしれない。すごいむせ方で。あ、これちょっとスペックのところ 13.8 着色直径ですね。はい、あるんですか。秋頃、秋頃に何か起きそうな気がする。私といえば秋じゃないですか、やっぱり。わお。ではまた何か嬉しい抱負はあるということですね。はい、10月ブルブルって言うて、言ってない言ってない、10月なんて言ってない。みんな言う、みんな書いてるけど、ちゃんみた誕生日、わかる、ちゃんみなのことをちゃんみたってよくね間違える子いるんだ。これもマジでこの動きが、うん、お誕生日です、秋女です。秋女といえば、ああ、もうやだもうやだ、やめよう、何かあるかもしれませんけど、何が何でも買えます。ありがとうございます。まあ、一旦ね、今回のシリーズも楽しんでいただいて、うんうん、ライブ何時までやりますか。へえ、まあ、遅くても9時には終わりますね、うん、あ、だからもうみんなクーポン待ちだ。そうか、クーポン待ちだ。まだ出しません、まだ出しません。どこまで引っ張るねん。もう一回言うね、クーポンがこのライブの終わりに 50% オフのクーポン、いいんですか、出ます。で、あの、あとでね、キャンペーン的な感じ、今見てる、見てる方はみんなが参加できるプレゼントキャンペーンをやるんですけど、うん、この全色、はい、全色あなたの度数でお届けします。そして私のチェキと、あのサイン付きのチェキが、うんうん、ね、これと一緒に届きますので、はい、嬉しいですね。こんな豪華なことなかなかないですよ。ちょっとカラコンご紹介してないのもあるので、うん、ちょっとでも私、あの、みんな見たいカラコンあるかな。あ、確かに。でも私ちょっとネバーでつけてほしいです。私がね、わ、うん、かりました。ちょっとこういったお姉さんにはどういう発色をするのか。じゃあチョコレート最後ね、まあ、もう一回つけてますけど、うん、もう一回ちょっとお見せします。チョコレートです、うん、チョコレートです、はい、ブラウン系の、ね、チョコレートって聞いたらあの歌がね、あのミュージックがこう流れてきます。あの、今日バックミュージック欲しかったんですけど、著作権とかなんかいろいろあるじゃないですか。そうそうそう、自分の曲なのに著作権を取られるんですよ。大丈夫です、脳内でずっと再生されております。チョコレートこちらになります。イエンみたいって、イエン、ちょっと次イエンにしますか。わかりました。これも王道の、王道のギャルカラコン、ね、はい、これゴールドとグレーですね、はい、だからグレーカラコンとかも皆さん大好きだと思いますけど、うん、これもね、じゃあちょっとつけていきましょうかね。じゃあ私 B マインつけてみようかな。はい、じゃあ私イエンいきます。イエン、この B マインね、私このチュルン系すごいね好きなんだけど、あ、ネバダイも、あ、ネバダイもいきます。お待ちください。見て、私のノールックカラコン、いや、びっくりしました。楽屋で見たときに、え？って早って思う。すごい、見て、綺麗。一重の黒髪が似合う色は何ですか。私はね、私だったらネバーダイと B マインかな。でも、うんうん、そうですよね、なんかあの一重さんとかだと光入りにくかったりとかするかもしれないので、トーンアップするネバーダイとか、
かわいい。でも一番ナチュラルですか。そう、これが使いやすい、うん、使いやすいと思います、ね、ナチュラルの感じ、うん。あ、イエンガ、イエンガ、イエンガ来ました。こんな感じで見てください。全然雰囲気違うくないですか。とかこれつけてたら本当に自分強くなれるマインドが堂々と。そう、イエンってね、名前がね、もうあの皆さんお気づく、お金の円、イエン、イエンです。イエン、イエン、これでもう高いんだぞ私はっていう気持ちで自己肯定感爆上がりするような、はい、ブルベリー似合うカラコン。なんか先ほどの、こちらやっぱブルー系は絶対に外さないなって思います、うんうん、ネバーダイとか、うん、こちらね、レイニーベイビー、うん、こちらはもうブルベさんは絶対に外さないカラーかなと思います。で、イエンもグレーなので、イエンのカラーが結構ね、イエローみもあるんですけど、ちょっとブルーっぽく発色もするので。そう、イエンめっちゃ昔のチャミナ。そうなの、めっちゃ私、昔の私めっちゃつけてたタイプ。今も大好き、こういうの。本当にね、まあ、これも3層になってるので、こう、ね、奥行き感とかもあって、黒目さんとかチャメさんでもしっかり。みやちゃんチョコレートつけてほしいです。チョコレートつけます。これが今 Be Mine ね、うんうんうん、私のもんになりなさいよ。色かっこいい。かわいい。ネバーダイ地雷でも似合いますか。ああ似合うんじゃないかな。いいですね。で、新しいかも。でも地雷だったら、うんうんうん、地雷とかだったら結構皆さんこうやってさ、縁系、うん、家もそうですね。チョコレートとか地雷ちゃん似合うかも。そうですね。こちらおったいかよい。ベースカーブね、あ、そうですよね、 8.6 ですね。すべてこれチョコレートです。あー、かわいい、かわいい。もうゴリゴリしっかり盛れて、そう、でもブラウン系だからめちゃくちゃ。みなちゃんカラコンつけるの早そうでしょ。これ私得意技。チャミナすごとか。つけるの早い。そう。かわいいでしょ。いやー、かわいい。でチョコレートで、こっちがイエンですね。イエンです。なんかあれですね、発色というかアイシャドウがグレーとかブルー系使ってるんですけど、うんうん、チョコレートと本当に綺麗に合ってますね。ブラウン系なのに。うん。黒目茶目だとチョコレート、うん、チョコレート全然あると思う、うん、かわいくないこれ。あ、もう発色めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。これは本当にもう本当工場さんにも感謝、うん、もう私工場まで行ったんですよ。そうなんですか。もう本当給食当番みたいなのつけてそうですね、しっかりと、しっかりと、はい、無菌になって行ってきたんです、はい、なかなか工場まで行って自分が作ったカラコンというかデザイン見に行くってことないんですか、ね、うん、そう、あんまいないって言いますよね。全然いないです。めっちゃ楽しかった。ちょっと 2,3 日住みたかったあの工場の中に。あの工場の中にでもすごいですよね、うん、衛生管理もそういうことながら、うん、デザインの再現度、そう、しかもみんな一個一個こうやってね、手で目で見てこうやって OKOK、OK OK、ってやってるの、うんうん、すごかった。日本の承認を得ないといけない高度管理医療機器なので、そうです、しっかりとね、はい、大切に大切に作られて皆さんのところにお届けします。はい、あ、そっか、固めで。私はこちらがチョコレート、こちらがイエンです。もう全然だから雰囲気違いますよね、うん、全然違う。メイク全く変えてないんですけど、うん、カラコンでこんなに違うんだって。なんかメイクを勉強してするのってすごい難しいと思うんですけど、うん、カラコンつけただけでこんだけ変えられるんで。そうなんです。一番こうなんかコスパいいというか早いって、うん、本当にそうだと。学校でつけたらバレるかも。学校でつけたらバレる系レンズかも。もうね、おじいちゃんびっくりしますお前どうしたんや。ごめん、うちのブランドは結構そのさりげなくって感じじゃないかも。ちゃんと、うん、なんて言うんだろう、だって吸い込んでいくぞ私はって言ってるぐらいだから、うん、多分先生吸い込まれちゃうんじゃないかな、うん、これがレイニーベイビーですね。かわいい。なんかね、人形さん系、うん、クリンキュリンの人形さん。このモアコンタクトも2000アイテムぐらいあるんですけど、ギャルネバのデザインって本当に他なくて、うん、これこんなになんか、ね、ないんだっていう
びっくりされるんですよ皆さん。うん、本当にそうだと思います。唯一無二のデザインというか、はい、もうだってめっちゃこれ本当に私もだってもうデザイン本当に一生私だけじゃなくて、うんうんうん、もう会う人会う人の目ん玉借りてつけてもらって、そうもう見てダンサーのみんなも協力してくれたし、そうダンサーさんもめっちゃつけてくださってますよね。そうですね。パッケージこれレイニーベイビーです今これです。深い青そう深い青なのこれ。これ使おうかな。なんかね一個一個本当につけるの楽しいんですよ。でこれがネバーダイ。サンドイッチありがサンドイッチって何？あの製法のことですね。サンドイッチ製法ですね。あのなんかちょっと惹かれてます。知らないことない。仕事できるよ。いやいやいや製法ねあの気になる方たくさんいると思うんですよ、まあ、サンドイッチ製法を調べていただいたらそこが一番詳しいので見ていただくと思うんです。サンドイッチ製法すごく人気なので。レイニーフライデーって曲あったんです。これなんでレイニーベイビーっていうかあのこれはね雨の日でも漏れるっていうのもこの空がこうちょっと曇っててなんか光をあんまり集めなくてもえ傘貸してあげようか。やばい。そんなシチュエーションあります？濡れる。そんな雨の日でも漏れちゃうぞっていうあのカラーです。明日つけます。明日雨ですからね。明日雨予報なんで明日つけてください。明日つけます。うん、えなんかいいですね。そういうなんかストーリーというかそうシーンがあるのめっちゃ。うわもう早く見せてほしい。めっちゃ綺麗です。いやめちゃくちゃ綺麗です。いきまーす。こちら私がつけているのがはいはいはい来ましたよ。ちょっと濡れちゃった。はいネバーダイでございます。こちらがチャメさんこんな感じです。あこっちがねあのチョコレート作っちゃってもう全然あこうしたいのか両目つけましょうか、うんうん、あいいですね。こんな感じです。これはあの私もそんなに化粧が濃いわけじゃないので濃い人でも抜け感あるし薄い人でも本当に使っていただけるようなカラコンです、うん、めちゃくちゃクールめちゃくちゃかっこいい。黒髪ちゃんめっちゃ合うと思う。そうですね、うん、私ちょっと赤にしてきました。ごめんなさい謝ることです赤にしてきちゃいましたけど、うん、こちらですね。かわいいでしょ。このデザインも本当に唯一無二なので大好きな方はねもう絶対に絶対カートインでございます。本当に吸い込まれるのこれ本当に綺麗なんですよ。わかるかな。かわいいよね。いやー本当に嬉しい。でも今日やっと両目つけたい。両目つけてください。 T シャツ一緒に買えますかって言ってますけどこの T シャツ何なんですか。ギャラネバーダイでございます、はい、本当にかわいい。これ専用 T シャツでございます。え待ってこれってさ私裏のと逆につけた逆だよ。待って待って待って私ですか。うちらもよく 50% オフを待つべきだと思う私は。はい、うん、それもあのこの最後あと10分、はい、20分後ぐらいに 50% オフのクーポンを出しするのと、うん、あと今からじゃああれやります。やりましょう、うん、でももう一個言っていいですか。いいですよ。あのいいですよ。いいですよ。あのモアコンでキャンペーンやってるって言ったじゃないですか。これ 20% オフなんですけどね。で今回のキャンペーンをあの私たちの今からお伝えするの 50% オフなんですけどなんとその時に5箱以上ご購入いただくと T シャツが5名様に当たるキャンペーンを追加でやってるんですよ。これ5箱以上ご購入いただくプラス応募していただかないといけません。モアコンタクトでするとでもこれじゃない。えこれだこれですね。これもう2つある。何でもいいですもん。T シャツが
ギャルネバーで、ギャルネバーないの。しかも3入り。え、あら、すごい。私サインするんだって。ちょっと待って、待って、サイン入りの T シャツもらえる。お、名前も。らしいです。5名じゃなくてみんなに届けよう。そう、そうはいかないんですね、令和。死んでまいりますよ、ね、あーって。あったらサインしてあげる。という、なので、うん、まあ、20% オフで5個以上ご購入いただいてもいいんですけど、見ている方はもう 50% オフもらえるので、50% オフ使いながら5箱以上ご購入いただいて、これ当てちゃってください。はい、当てちゃってください。マーコンの X あれじゃないですか、あれを、フォローとリツイートすると当選確率が上がります。あ、そうですか、らしいですよ。 PR しちゃいます、うん、らしいですよ。上がっちゃいますので、うん、必須でございます。必須ですって、うん、応募は1回ですか。応募は1回ではないですね。あの、5箱以上ご購入いただいたお会計で何回も、あ、応募1回か。あ、応募1回みたいですね。こう、応募1回でございます。失礼いたしました。これはもう今年の運を全部使うけどぐらいって祈っていただければ。そろそろじゃあ、あのチェキ当たるキャンペーン、チェキプラスこの全色が、あの、あなたのお家に届きますよっていうやつをやっていきましょうか。嬉しいですね、皆さん。ちょっと 50% オフを使っていただきながらもですね、今から、今見てくださっている方、私がこれをコメントしてくださいとお伝えしますので、それを皆さんコメントで一気にダーッと書いてください。あ、一人一回しか書けません、しかも。なんですが、その中からなんと何名、10名様にギャルネバーの全色とサイン入りチェキがご自宅に届きます。その場で当たります。その場でもう抽選して、お、あの、 ID をお伝えしますので。あ、さらに名前もある。そうです、名前もあります。鍵垢でも大丈夫ですか。鍵垢でも大丈夫です。マジっすか、えぐいよ。てほしい、みんな5箱以上買ってから左下の応募フォームで記入、応募完了ですっていうらしいですT シャツ。なんか、あの、応募しないといけないんですよ。あの、買って満足して終わってしまうとダメなんです。これ応募という複雑なちょっとシステム。そう、ね、応募はやっぱ必須です。必須です。やっぱり気持ち伝えてください。はい、ということで。いや、かわいい。早速じゃあ、10名様を選んでいくために、はい、ちょっと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 、あ、ばばばばばなんですけど、はい、では、ギャルネバ買うならモアコンとコメントに書いてください。スタッフが頑張って10名その場で当たって今日当たります。皆さん3、2、1、5でいきますか。はい、はい、せーの、3、2、1、GO。 これみんな撮ってる間に、あの、書いてる間に、これちょっと開けてもいいですか。開けましょう。中、キャーン、開封、ネバー台開けます。いや、可愛いです。このデザインってあれですか。そうですか、もしかしてガラケーってやつですか。そうです、ガラケーです。皆さん、え、待ってください、ガラケー知らない人もいるんですか。いや、いるんじゃないかな、やっぱり。私はガラギリギリでした。もう私、そうですね、中1、2から私 iPhone でしたね。そうわ、うん、デビューがもう iPhone ですか。はい、いや、デビューはガラケー。小中ぐらいのガラケーでしたよ。ここにちゃんとカメラのところがある。わ、そう、すごいこだわり。中までちょっとこれすごい、あの、あの、業界用語なんですけど、箔、そうそうそう、押してんの。押してますよね、箔押し。押してんの。めちゃくちゃ高くないですか。めっちゃ高かった。高かったこっちの話。すいません、こっちの話。これでもだいぶ高いっすよね。いや、そうなんです。しかもこれ、うん、すごい。しかもね、このチョコレートのパッケージの、はい、この中には。あれ、あれ、あれれ、クー&リー&クー&ラーがありますけどもっていう。これ、ちなみにこれ、マジリアルなやつですか。リアルなやつです。ちなみにこの下のやつは私14歳の時から。私、うん、中2の時の私、めっちゃかわいい。これはめっちゃかわいい。これは確か高3かな。
高3ぐらいの私です。え、これぜひ買ってぜひチェックしてください。リアルにめっちゃ忍ばせてるんですよ。いや、すごい。あ、すごい、みんなキャンペーンに参加してますね。あ、あら、ギャルネバ買うならモアコン、よろしくお願いします。すごい。そう、あのパッケージ本当におしゃれだし、あのもうこだわりすぎて捨てれない。そう、本当に残したくなりますよね。めっちゃ可愛いのパッケ。私ね、パッケ可愛くないと本当に嫌な人なんですよ。届いた時のワクワク感そうなんです。全然違うじゃないですか。やっぱり違います、違います。可愛い。なんか残したくなるとか、届いてワクワクする、うん、なんか箱開けた時にキャーッっていう感動めちゃくちゃ嬉しいですよね。嬉しい。車、私の車にこうやって前に置いてあります。かわいい。これ並べるとね、めっちゃよりかわいいんで並べてください。前職ちょっとこう、これさ、こうやってね、みんなギャルネバ買うならモアコンってコメントしたかな。したら、あのこれ前職とサイン入りチェキ、あの名前も書いてくださいます。ご自宅にお届けします。みんなコメントしてね。コメントしてください。10人今もう選んでおりますので、はい、皆さん少々お待ちくださいね今その場で当たる。はい、テレテテ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 テ。当たれ当たれ当たってほしいな。そう、全然当たってほしい。私もね、本当はこれすごいっす、当たってる。でもちょっと倍すごいんでね、うん、なかなか皆さん恐怖の持ち主。前職アドノマエリチェキ、ね、そう、熱すぎる。熱いでしょう、うん。あ、これはい、両面がつけてきました。うわー、かわいい。見てこの透明感。透明感えぐいんですよ、うん、すいませんすごくない？この透明感すごいんですよ。抜け感すごい。やばい、これ、あのなんかどこの人だろうっていう。なんかちょっと日本人バーレしてますよね。というか星が違うというか、もしかして地球ではないけど。ではないのかもしれない。アナザープラネット。アナザープラネットですか？いや、アナザープラネットから透明感やばいでしょ、これ。そうなの。中にね、この黄色の色が入ってることによって透明感が全然違うんですよ。なんか雰囲気出ますよね、うん、なんか透明感すごいな。でも立体的に、あのチャメさんとかで、クロメさんでも、インナーカラーのドットが本当にほんのりと、うん、あの瞳に重なるんで、うん、なんかこうめっちゃ浮いてる感とかもなくて。そう、浮いてる感がないんだよね、これ。これ中にこの黄色がなかったら本当にちょっと浮いてたんですよ、実は。けど修正して修正して中にこの黄色を残してくることによって、こうなんかすごい馴染んでる感じ。目は乾きにくいです。なぜなら私がドライアイなので。はい、低眼水にしております、はい。なんかね、あのカラコンとか使ったことない方だと、高眼水の方がなんかこう名前的にいいんじゃないかって思われるかもしれないんですけど、うんうんうん、これ低眼水の方がおすすめなのは、長時間つけてくださっている方とか、ドライアイさんには絶対低眼水の方が、うん、あのおすすめなので、はい、それは、はい、皆さん安心して使ってください。黄色、この中に見えるかな、ちょっと入ってるの。めっちゃ綺麗に補色されてます。これ私、あの地面真っ黒です。うん、黒目さんとかだとね、うん、あの発色しにくいってすごい聞かれるんですけど。そうそう、10人決まりましたって。お、決まりましたか。あ、ちょっと待ってって言ってますちょっと待ってって言ってる。ドライアイだからめっちゃ嬉しいです。あ、もう本当に早くつけた。え、もう早くお届けするように、もうあの頑張って、うん、あの商品追加してますので。そうそうそう。社名、男子は何合いますか。どうだろう、あのということなんですけど、あのね、これ私はね、私メンズには個人的にこれつけてほしい。あとね、うん、10月の10月をごめんなさい待っていただいて、その時にもね、エリカもやってるの、ギャルでわかるならもうコントキャンペーン始まる。ちょっと待って、たくさん参加されて、うん、うちの身内も参加してんじゃないかB マイン、あの見たいっていう。あ、 B マインね、 B マインも本当にね、強い女性っぽく見えるのはこんな感じ。 B マインです。 13.7 の着色直径なので大きい、
サイズではあるんですけど、本当に細い縁なのでナチュラルに使っていただけます。ここ縁がもう超トレンディーなのと、インナーカラーが水濠カラコンといって中でもグラデーションになってるんですね。でこっくりとしたあのベージュのカラーとイエローのカラーなので、ちょっとパッケージ私のパッケージを取りましたよね。私めっちゃ奪ってました、ごめんなさい。なので本当にね、まあ本当に最初の初心者さんとか全然つけていただきやすいのと、あとはなんかオフィスお仕事用とかでも全然使っていただけるカラコンかなと思います。あ、初めて使う人にはおすすめどれですか？多分 B マインだと思う、うん、これかなと思いますね、うん、今かねちゃんがつけてくれてるやつ、これですね。でももう本当にガラッと雰囲気変えるってなったらもうこちらの、うん、もう絶対にネバーダイ、ネバーダイです。この青いパッケージのやつで、あのさっき教えて言ってたあのなんだ、あの強い女性になれるには多分私この2つだと思う、イエンとネバーダイ、うんうん、この2つがネバーダイでございます。これネバーダイです。イエンはね、あ、グレーっぽい、これですね、ちょっとグレーっぽい感じ。ではちょっと締め切りたいと思います。すごい人数来てもちょっとこっち電話ワイヤーでございます、すいません。あ、さっき買いました B マイン、ありがとうございます。コンタクトつけてなくてもつけれますか？これ確かにめちゃくちゃ早いですもんね。私その気持ちごめんなさい、あんまりわかんない。ちょっとこんなこと言うとあれだけど、では私がどういたします。まずはですね、カラコンを、うん、つけ方講座ね、はい、出してください。これね、こちらで、はい、でもうちょっとこっちをちょっと取って、一瞬私取りま、つけますね。もうまずはですね、こちらとこちらをガン開きしてください、はい、ガン開きしていただいて、ちょっと下からこうすくい上げるような感じでってするとこれです。大丈夫でしょうか？大丈夫だと思います。ガン開きしてちょっと下からすくうようにスッと入れます。はい、スッと入れます。はい、最初はあの鏡とかしっかりと見ていただきながら、うん、優しく入れてあげてください。ネバーダイ意外と誰でもつけるそう。そうなの、そうですよ、正解、メンズでも使えそう。そうなんです。あ、しかもこれさ、反転って書いてくれて、すごくない？待ってください、これがね、あの仕事でしかいない。ちょっと待って、うわ、これよく描けたね、当選さん。これなかなか難しい。 なんか鏡でも使ったんですか？どうして、もう得意技ですよ、これできんの。ちょっと待って、すごい得意技、反転で文字が、ね、反転で文字、これでもすごい得意技。確かに確かに確かに。これね、もうガンブラキ、あ、イエンです、めちゃくちゃ可愛いですよ、イエン、イエンです、イエンです、めっちゃ可愛い、 B マインです、イエンです、可愛いんですよ。あ、じゃあこれもじゃあ当選者様が発表されました。はい、ギャルネバ全色と私のサイン付きのチェキが当たった方、はい、よーし、どんどきこちらになります。ちょっと声うるさい。はい、おめでとうございます。ただね、ごめんなさい、ちょっと読めない、あ、これ私じゃ あの持ちますので読めますか。グロービー、グロービー、グロービーさん、はい、と 24NSSY さんと、うん、ジントニック、ジントニック大好きなのかな、あと NYA.SAKI さん、うん、あと010010さん、うん、あと西崎家さん、あと今井愛理さんと K.MMAP、 あと HAA05 さんと33SO さん、エソさんですね。これ7番さん、7月12日誕生日なんでしょうか？うん、でしょうね。誕生日おめでとうございます、うん、え、今ですか？いや、今じゃない、僕もう日付関係が分かんなくなって、日付関係が、はい、おめでとうございますということで、こちらの当たった方はぜひコメントで、あ、ずれてしまったな、もうね、残念ね。そうだね、こちらね、あ、これね、じゃあ外れちゃった方、やっちゃいますか？いいですか？行っちゃいましょう。もう5人だけいいよ、じゃあ。いいんですか？そんなんいいんですか？じゃあもう本当にみんなにつけてほしいので、はい、もう5人だけいいですか？はい、あの前職と用意してきました。いいですか？はい、ありがとうございます。ということで
10名と言いましたが、プラス5名で今から当選をしたいと思います。はい、どうぞ、パパパパ。じゃあみんなコメントもう一回じゃあやりますか。はい。外れちゃった方だけね。一回当たった人はもう、はい、無効になります。ギャルネバ買うならモアコンと、もう一度コメントしていただければ追加で5名ご用意いたしました。お願いします。皆さんさあと行こうかぬ、行きましょうか。行くよ。せーの、三、せーの、三、はい、二、はい、一、え、ゴー。おかしい、おかしい、怒られないですか？おかしい、おかしい。うん、なんか今やったことないタイプのなんかキャラクターが今私出てきちゃいましたか？出てきちゃってます今。ありがとうございます。あ、でも本当たくさんまた応募してください、みんな。本当にみんなにつけてほしい。かわいい。一度つけていただいたら分かるかと思います。そうそう、これデビューなんで今日発売しました。やっとそうだよ。どれぐらい発売かかりましたか？1年ちょっとですね。すごいっすね、うん、本当に本当に嬉しい。まあ、なかなか、まあ、あの半年ぐらいってよく聞くんですけど、いや結構かかりましたね。結構かかった。結構かかった。工場行ってますし、うん、台湾まで行って。あ、で、そうそう、ですよね。そうです。あ、台湾行って、工場行って、で工場長の人とかとかも話して、うん、それこそね、モアコンの社長さんとかとも話して、はいはい、あのね、あのがっつりやってきて、私もっとねこうやってやってくださいよ、うちのちょっとこれちょっとさとか言ってしたら、そのモアコンの社長さんもいいね、楽しそうだねって言ってくれて、あの、はい、大好き私あの社長さん。本当ですか？すごい、なんかめちゃめちゃなんですかね、あのもう超エンターテイナーです、ね、はい。もうあのこれも10少ないでしょ、もっといきなよ、ね、もっと上げたらいいんだよ。さすが、さすがだわ。すごいエンターテイナーです。本当面白かった。なんかみんなで、ね、台湾で本当にあの私とおしゃべりをするためだけに台湾まで来てくださったんですよね、うん、いや本当にもう素晴らしい方で、あのその時クリスマスだったんですけど、クリスマスでみんなでご飯食べながら、はい、あの日本からわざわざ持ってきたプレゼント交換をしようってなって、はいはいはい、めっちゃいいクリスマスプレゼント。クリスマスプレゼント交換でいくらまでだっけ？1000円まで。かわいいな。そう、1000円までって決めて、うん、みんなでこう交換会してて、はい、私はその愚痴の壺っていうのを持ってって、で他の人なんかあのなんだハンドクリームセットとか、で社長だけ、いや俺はって言って GoPro 持ってきたんですよ。なんで急にルール破るやん。めっちゃ高いやつ持ってきた。なんで一人だけルールそうそうそう、そういやなんでってなって、みんなみんな、そうでもまさかのうちのマネージャーさんが当てちゃって、で今回のツアーライブで大活躍しました。あ、よかった。もうそれだったらよかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。見てると思います。本当にありがとうございます。なんかでもおっしゃってました、そうそうそう、これ作るって時に、うん、なんかちゃんみなさんのやっぱ本気がもう開発の一つのデザイン、この配色 の、 この幅というか、そこまでやった時にモアコンとかこのうちの会社が、あ、これうちも本気でやっぱりマジでこれ対応していかないとダメだなってなって、そのなんか熱量みたいなのがどん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 伝播してって、行かないといけないっしょって。嬉しい。ここもうち売りたいっつって、モアコンも先々週ぐらいからずっとゲルネバの話ずっとして会議して、どうしたらみんな喜んでくれるのかって。今日も直接なんかファンの方お会いした時に、なんか本当になんか熱さ、ね、熱が、うんね、目の前でつながってて、あ、これだなやっぱりって、うんうん、それをちゃんと私たちもつないでいくというか、うん、商品届けていくっていうので、マジで会社一同やってます。ありがとうございます。これが今日実際みんなの手にこう渡った瞬間、私こう 手と手でハンドトゥーハンドでこうハンドトゥーハンド渡してるんですけど、うん、あのこれがこう渡った時のこう感動、うん、CD とかアルバムとはまた全然違う感覚で、うん、これをこのなんて私が作ったこの商品を持ってくれてるっていう、うん、このなんか幸、いや幸ですよね。幸しましたね。なんかカラコン私が買う時とかファンの人も、あ、これだったらこの人に会う時とかこういうシチュエーションで買おうとか、うんうん、自分がこういうなりたい姿みたいなものを想像しながら、それを叶えるためのやっぱ一つの手段としてやっぱ使ってた時に、うんうん、本当にそれぞれが
自分のこうなりたいなとか、この人にこう思ってもらいたいからとかっていうのを考えながらやっぱ買うわけですよね。 そうです。それがこの5色本当それぞれ一つ一つにちゃんとストーリーも入って、うん、そう出してるから、もうそれすごい伝わってるじゃないですか。ファン私本当いろんな目ん玉が協力してくれた。目ん玉がでもカラーとかで全然場所違うんですよね。全然違う。本当それ私カラコン作って初めて思いました。こんなに地面で違うんだと思って、うん、色もそうですし、うん、まあ、一人一人のベースカーブっていうこのあれで光の加減とかも全然違うので、そう、これ本当面白いんですけど、あ、閉めてくださいと、人が多すぎて閉めてくださいと。じゃあ今ストップです。ストップです、ごめんなさい。あと30秒ぐらいで発表しますね。皆さんもう閉めちゃいます、ごめんなさい。いろんな目と確かにパワードであるんだけど、本当にあのうちのダンサーさんの目ん玉もいっぱい犠牲になったし、うん、っていっぱ い, い、うん、そう、あこの子にはこれが似合うんだなとか、うん、あれが似合うんだなとか、うんうん、これとかも本当ツアーの日に、マイツアーの時持ってって、はい、実はねあの今回のダイヤモンド2の時のツアー、うん、ずっとこれかもう一つ試作品でずっと回ってたの、うんうん、で実際にスタッフさんもね、そうスタッフさんもつけてくれて、ね、で最終的にじゃあライブしててどっちの方が映えたかとかも、うん、あの考えて本当にいっぱいいっぱい試行錯誤をして作った子たちです。うん、本当に一つ一つのカラーシーンストーリーがあって、もう毎日付け替えて、うん、雰囲気とか、ね、その時の気分とかでも、はい、いいと思います。じゃあ発表しますか。いきますか。さあ皆さん、私がお見せしますのでお読みください。当選者の方々はこちらです。スペニョーナーリスママのシュ、ここは日本ではありません。アフリカですか。ナーさんと、はい、おはようさんと、はい、ハズキ、ちょっと待って、ちょっとごめんなさい、ちょっとこう身内入ってきたんですよ。身内当てちゃうことある？あ、でもびっくりしてんだよ、スタッフ、うん、嘘でしょって。じゃあもう一人いいですか？いいですか？はずきは個人的にじゃあ渡しとくので、当たったので。ごめんなさい。ごめんなさい、もう一人、じゃあもう一人ね。嘘でしょ？身内が当たった。はい、あと、ピーナダさんと、アイワ。アイワさんですね。アイワさんですね。これ0609って何なんでしょうね。今日の日付ですね。あ、ほんとだ。まあ、皆さんハッピーバースデーでお願いします、うん、ロックの日です。ロック、あ、本当だ、うん、葉月さんごめんなさい、あ、葉月さんはあの個人的にお渡しするのでじゃあもう一人だけあのあれしますね。すいません、あの葉月さん、ごめんなさい、こちらあの所詮引かせていただきます。申し訳ございません、引かせていただきます、すいません。でも大丈夫です、お届けいたします、うん、お届けいたします、ネットお届けいたしますので、はい、こちらあの一人空きました、うん、うちのダンサーがあの当選したので、はい、ダンサーもでもガチで欲しいんですよ。みんなつけてるから、ムアコンタッフも身内がみんなつけたいから当てに来てるもん。本当にもうウケるもん。じゃ あラスト、はいはい、追加のキャンセルのカット、キャンセルじゃないね、はい、あ、はいはいはい、これも後でちょっとください。はい、ではこちらの方です、おめでとうございます。15人の方当選されたと思うんですけど、はい、この前職と私のサイン付き の,、はい、あのチェキがお家に届きます、うん、はい、この当たった方 2,3 日以内に、スタッフさんから DM が行きます。モアコンさんから、ね、はい、モアコンから DM します。モアコンさんから DM が行きますので、うん、チェキにお名前を入れるのでアカウントの名前をチェキに書いてほしいものに、あ、そうですね、名前入れるので、チェキに書いてほしいもの、まあ、名前ですね、こちらをご指定ください、ご連絡ください、書いていきますので、で、鍵付きとかは、ちゃんとモアコンから、DM が行くのでちょっとね 2,3 日ぐらいちょっとチラチラ見といていいですか。ちょっと違うところに入ったりとかして気づかない場合ってあると思うんですね、うん、気づかずに、まあ、無効になってしまう形あるので、当選者の方はぜひともちょっと DM チラチラ見をこの週はお願いいたします。お願いします、はい、じゃあ最後になったので
あのもうね1時間ぐらいライブしてると思うので皆さんギャルネバーライたくさんたくさん愛してください。そして新色も今ずっとずっと作り続けているので、あの新しい色とかデザインも楽しみにしていただいて、10月にねまた第2弾が発表されると思うので、それも楽しみにしていただいて、最後にあともう一個だけごめんなさい、当選されなかったらちょっと葉月さんのプライベート出して大丈夫ですか。あのこういう例えばね葉月さんこれちょっと謎なんで、すいません、あのこの自分の ID を必ず入力、 ID の下の名前、あ、 ID のここの名前を必ず入れていただくようにお願いします。この人本当に当たった人なのかって確認してあのしたいなと思ってるので、チェキにその名前をね、あチェキのチェキのサインのところに「トゥ何々ちゃんへ」って書く時の名前に参考されするので、これ葉月のアカウントだったらここの名前の部分、インスタの名前の部分を私に書いてほしい名前に変えてもらえたらと思います。はい、ちなみに葉月さんはあの当選されましたがプレゼントありますので、はい、お願いします。これさらされることありますで、あのドンキは来週からあの全国のドンキホーテにてあの発売がされます。で最後になったので、あの 50% オフのモアコンでの 50% オフでのあのクーポンコードを発表させていただきます、はい、みんな本当にあの最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。ドンと行きましょうか。はい、じゃあ行きますよ。あ、その前にお渡ししたいものがありますということです。なんでしょう。ギャルネバーデビューおめでとうございます。作らせていただきました。すんごい、これ何キロある？多分私感覚では6あります。ねえ、私すみません、僕でプルプルしてるもん。はい、こちらです。いやすごい、イエーイ、皆さん今日のインスタの感想とかをぜひストーリーとかで、うん、まあ、X でももうどこでも大丈夫です。メンションしていただいたらもうマーコン公式見に行きますし、はい、もう率直な感想ください。あ、わかりました。ハッシュタグ買うなら、あ、違う。ハッシュタグギャルネバ買うならモアコンでございます、はい、皆さん。ありがとうございます。重たいのにありがとうございます。マッチョなんで私。っていうか、めっちゃ可愛いです、ね。めっちゃ可愛いんですけど、これ何ですか？これ何ですか？これ社長の手作りですか？社長すごいな。社長はあの手作りじゃないけど作れ。作れって言うみたいな。プレゼントしたいっていうね、はい、じゃあ最後まで見てくださって本当にありがとうございます。あの、来週からドンキでも発売はされるんですけども、うん、モアコンさんであの今日もう発売が始まってます。14時あの2時から始まりました。2時から始まっていますので、うん、今日最後までこのインスタライブ見に来て最後まで見てくれた方たちに、うん、モアコンさんからのプレゼントで、はい、なんと 50% オフ、ギャルネバ 50% オフ、2箱以上で 50% オフです。2箱以上で 50% オフのクーポンコードを大公開したいと思います。いいですか？言っちゃってください。いいんですか？本当にいいんですね。うわーずぶんにゃーはい、クーポンはみーな0609ライブでございます。こちらを打ち込んで、これもちょっとスクショしておいてください。この後あのストーリーでもね、あのお見せしようと思います。モアコンタクトのオフィシャルで見せようと思っていますが、はい、こちらをスクショで、これ明日の21時までなんとですね24時間限定、見てくださっている方しか知らない
このクーポンでございます。2箱以上 50% オフ。もう2個買ったら2個無料レベルちゃうな、わかんないんですけど、まあ 50% 半額です。カラコン半額はないよ、なかなか。皆さんなかなかないですよ、本当に。半額大きいよ。こんな感じで今日はね、コラボライブでやりましたので、もう大盤振る舞い、皆さんね、ぜひ使ってみてください。虜になってしまいますのでね、皆さんぜひ。いろんな人を吸い込んじゃってください。箱数は無制限でございます。この時にもまとめ買いしていただいて、もう5、うわー、食べました。どうですか。うわ、ありがとうございます。社長上手社長作ったみたいになって、これすごいですね。 50% 本当24時間なので、お盆ぐらいまでね、もう買っといてくださいお盆ぐらいまでね。で、おじいちゃんおばあちゃんの分も、はい、あ、そうですね、ご家族身内の分もお願いしますということで、はい、はい、ですね、本店で今 20% オフやってるんですね。でも 20% オフと 50% オフは併用できません。だから 50% オフの方が安いので、ぜひ2箱以上は 50% オフ、1箱しか買わないって方は 20% オフが適用になるので、まあどちらでもいいんですが、絶対 50% だと思いますということで、はい、5箱以上ご購入いただくと、ギャルネバの応募していただくと、この T シャツも当たるキャンペーンをやってありますので、ぜひゲットしてください。しかもサイン入ってます、名前入っておりますという恐ろしいキャンペーンやっております皆さんびっくりすると思いますが、こちらで。たくさん斎藤思いって、あ、そうなんです、ごめんなさい、すごい殺到してる感じですか、はい、うわーすごい、こういうたなだった私斎藤殺到とか夢だったね、本当にこれマジでお話をすると、あ、これちょっと、はい、モアコンタクトって本当日本最大級のカラコン通販ショップ、モアコンタクトなんですけど、かなりサーバーめっちゃ強いんですよ、うん、えうち本当にめちゃくちゃ売るんですよ、これちょっとやらしいます、うん、サイトが落ちるって回らないんですね、うん、今重たくなっているっていうのはちょっと待って、本当にない。なので、でも斎藤思いみんなからしたら超うざいです、超うざいお前マジかよってなってるけど、エンジニアが今多分カタカタやってます。一応そういうことないように強化もしたんですが、スタッフかなり今焦っております。なので本当に申し訳ないんですが、24時間あるのでちょっと頑張って耐えてください。ただ本当に頑張ってめちゃくちゃ箱積んでます。だけど本当にありがとう。多分人気カラー度数なくなってしまう可能性あるので、はい、多分明日の17時とかまで買うと当日配送、その場で配送して、すごいもう早いので、ぜひね、ちょっと頑張って耐えていただく形でお願いします。まあ、アプリとかもね、あるので、モアコンアプリ10倍のポイントもつくのでっていう、急に PR 入ってきてビグるやんって、はい、売り切れありますか。売り切れは可能性としてはあります。ありますが、けど本当にいっぱい用意してると思います。かなり用意してます。だから私のグッズみたいにはなんないうちのグッズは本当ごめんね、本当にいつも頼んでんだけど、いっぱいいっぱい受注してるんだけど、それ以上にやってくれてると思う。うちは、はい、ギャルネバ専用の倉庫をちゃんと使ってでっかく入れてるので、そこはもう安心していただければと思うんですが、なんせうちの結構ね、誇りに感じるサービスのサーバーまでも重たくなってしまっているので、本当にちょっと申し訳ないんですが、必ず今エンジニアが頑張ってます。でもごめんね、みんな私超嬉しい、それごめん、いや本当に私こんな説明することないよね、ごめん、こんなことないよね、めっちゃ嬉しい。私サイトがとか、そのサイト殺到とか、私本当に夢でした、本当にごめんなさい。いや大丈夫大丈夫大丈夫、まあ、初です、ライブでこんなに、はい、ならないんですのでちょっと私たちもかなり驚いているというか、汗汗してるんですけど、あ、アプリ開かないってなってますね、ごめんなさいちょっと待ってくださいね、ちょっと待って。でもちょっと、もし当日販売じゃなくなる可能性はもしかしたらあるかもしれないです。その予約販売でも多分買えるようにはしてくれると思います。あります。 50% 使えるように必ずさせていただきますので、安心してください。だって 50% 言った瞬間さ、下がってみんな多分買いに行ってんだよね、これそうだってもう3000人になりました。待って待って、みんなさ急ぎあかん、 50% もらった言うて、こちらですね、はい、みんなロック
みんなロックでございます。みんなロックライブです。いやー本当に申し訳ないですね。嬉しい、本当に嬉しい、ありがとう、みんなありがとう、本当にありがとう、本当にありがとう本当にありがとう。モアコさんもありがとうございます。50%オフなんて。いや全然です、全然です。もうぜひつけたら可愛いリピーター絶対ってなったんで、もうなんかこれは安くてこのお買い得な時に買ってもらったら絶対に次また買ってくれるっていう自信があるからなんですよね。なのでぜひもう今日は2箱以上ぜひ買っていただいて、5箱以上で応募もできるので、こちら T シャツ5名様っていう、まだまたすごい、もう片ひも取れちゃった。激しくて激しくて激しくて、あ大丈夫です、こちらで、ね、ありがとうございます。すいません、私が守ります上大丈夫です。いやでも嬉しいですね、本当にちょっと開けられないとか思いみたいなの本当に申し訳ございません。わ落ちちゃってごめんなさいね。24時間やってるみたいなので、はい、今日今から明日の夜9時までとか、うん、このキャンペーンやってるんですよね。はい、なので、はい、あ今のカラコン何ですかって聞いてくださってます。こっちがネバーダイで、こっちがレイニーベイビーです。はい、で1箱10枚入りです。こちらが B マインです。逆のやつやってたね。あ、これはイエンですね。イエンめっちゃ可愛いからめちゃくちゃ可愛くないですか。 iPhone 動きませんストーリーのキーホルダーは何ですか。これはちょっとごめんなさい、ステイチューンっていう感じ、怒られちゃうんですね。そうですよね。でも気になりますよね。わかります。まあちょっとまた後になったらわかると思います。はい、イエンです。こちらが B マインです。ネバータイです。いやーかわいい、やっぱこっちはレイニーベイビーです。代表するカラーですよね、はい、ネバータイはもう、はい、いやーえいえいおー本当にありがとうございました。はい、友達お母さんにもってね、普通の格で買うことにします。ごめんなさい、でもクーポン絶対使えるので大丈夫ですよ。エンジニア研究会長、緊急会議中止え日曜日の、いやいやモアコンの中に、まあ、サイトすごい強いって言ったじゃないですか、はい、エンジニアがいるからなんですよ、はい、ただ急遽の準備、今緊急会議中なんです。何やってるんですか何やってんの。そうそう、戻すために、あ今こうやってんだ、はい、え、これってみんなのせいですかっていうかマジでないですか。すごい、うち本当にすごい、ワーコンって日本最大級なんで、うん、ないんですよそんな、まあ、ある程度のアクセス数とかあるので、ちゃんと耐えうる状況にしてるんですけど、多分これ初めて、そう、すごい、急に日曜日の前にさみんなさん頑張ってみんなのせいってごめんごめん、そういうことじゃない、みんなみんなのせいじゃないんです、私たちが耐えうれずごめんなさいすいません。いやすごいですね、 ないですね。あ落ちて入り直したけどごめんなさい、ダメです。カラコンの名前なんです。カラコンの名前はギャルネバーダイです。これさ、私一緒に作ったさ人たちがさ、これすげえ面白かったんですけど、うん、ギャルネバーダイ、ギャルは絶対に死なないっていう、うん、このね、タイトル、私が大失態を犯しました、もうダメです、すいません。このギャルネバーダイがもしかしたらみんな読めないのではっていう指摘もあったんです。はいはいはい、はい、みんな読めるでしょこれぐらい、絶対読めるよね。ギャルネバーダイです。これなんかギャルネバー何でしたっけ、ギャルガルガルニーバーディエって読んでる人いないです誰だ誰だそれ、日本いるかもしれない、ガルニーバーディエって呼ばないでくださいねギャルネバーとかでね覚えてる、ね、そうギャルネバーですよ、ガルニーバーディエではないですえなんか言いたくなってきた言わないで言わないでいやもうこだわりにこだわりについて、日本頑張っていこうギャルネバーダイですからね、名前もいいですよね、こう意志を感じます、そうギャルネバーダイ、ギャルは絶対死なない、死なない、
ガルニーバディエって読む人がいるかもしれませんよって言われて、私会議でいる？います？本当にいます？いやすごいっすね。ちょっとびっくりし、こんなありがとうございます。なるんだな。いや、まあ、注目度がちょっと高すぎるというカラコンではございますが、必ず24、はい、あの明日の24時間以内なんですが、こちらの、はい、50% オフ、箱制限なしです。10箱買っていただいても5箱分、20箱買っても10箱分です。皆さんぜひまとめ買いお願いいたします。ってまずはサイト動かせやっていう。いや、そうです、うん、すいません、エンジニアさん頑張っていただいて今かなりちょっと頑張っておりますが、ありがとうございます本当に。皆さんエンジニアさん頑張れ、お願いします。まあ、あの本当に必ずあの皆さんに 50% オフを使える、24時間以内であれば使えるようにいたしますので、安心してください。申し訳ございません。これから先もガルニーバーディエどうかよろしくお願いします。はい、ガルニーバーディエ、ガルニーバーディエ、ガルニーバーディエ、ほんとそんな読む人いないじゃん、さすがに。読めるよね、みんな多分。まずギャルっていう時点でね、もう、うん、あのガルってギャルって言うと思いますよ。ギャルネバーダイですからね、うんうん。じゃ、これから先どうか末永くよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。